場472に来ています。ちょっとね、いろんなライダーを撮って状況とかね、皆さん見てもらえればと思います。まずはね、谷口さんの滑りを追っかけようかな。久しぶりにね、キッカー飛ぶからさ、いろいろ不安なとこまだかかともさ、あ、そうかそうか。でもさ、回りたいんだよ俺は回りたいんだ、もうずっと回りたいっていう気持ちを抑えてるから、映像だからさ、残さないといけないとかさ、残さないとかっこ悪いとかさ、なんかあるじゃんか、しょうもねえ悩みだないいんだって、転んだって転んだっていいんだよ、みんな練習して上手くなるために来てるんだから、転んだっていいの、転ぶけど転ばないっていう気持ちで転んでもいいんじゃなくて、転ぶけど転ばないっていう、転ぶけど転ばない。まあ今日はね、ビッグキッカーの方はね、ピーカンファクトリーから多分スペシャルなライダーの滑りがね、人外が滑るからそちらは分かったよ、分かったピーカンファクトリーの方でご覧ください。追い取りしてたら俺もあのぐらいできんじゃねえかって思うんだけどさこっちのキッカーでさ、現実に戻されちゃうで、結果これぐらいがちょうどいいって、これぐらいがちょうどいい人が滑るにはこれぐらいがちょうどいい人が滑るにはね、人じゃない人が滑るのはあっちでも足りないぐらいだと。まあでも頑張るから、はい、ミドルキッカーで気持ちよくちょっと転んだら転回るから、はい、転ぶの覚悟で転ばないように回るから、はい、けど転ばなかったでしょ確かにああいう強い気持ちよトリック構成、確かに全部かかとをつかないようにやってました、ね、かかとつかないように、できるだけつかないように、ついたとしてもダメージ少ないさすが、そういう感じ今滑りました、はい、まあやっぱね、ちょっと怪我でも楽しめちゃう、そう怪我でも楽しむ方法ね、考えてやってるわけです、まあ、滑んない方がいいけどね怪我してたら正論です、でもほら俺たちさ、仕事だから仕方なく滑ってるのかね仕方なく楽しく滑ってるなのでね、仕方なく滑ってるんですけど、皆さんもこの動画を見て、ピーカンファクトリーもぜひ見てください。はい、ありがとうございます。トリックしかやらないのみんなね、ちょっとツイッターとかとかでもさ、ダブルコークってよくわかんねえとか、なんかこう B1 賞とか言ってる人いるでしょ、みんな年取るとそうなるから気持ちいいんだから、これが E3 とかメロートリックローガイおじさんみんなねでもなっていいんだよ、なるの、それ言い始めたらおじさんなんだって気づけるから大丈夫、なっていいの、俺だ、大丈夫、バックサイド180とかトゥイークよりダブルコークの方が全然かっこいいから分かってるの、できないのもう、でもできないからさ、ダサいっていうことにしときたいんだよ、いっぱい回ってよく分かんないんでね、言いたい、まあ、今の
春といったら主流なのはこのパークですよ、うん、こちら白馬47。ここにね、最先端の子供たちがねもう揃ってるわけですよ、うん、まあ、ピーカンファクトリー見れば分かるんだけど、めちゃくちゃうまいから。もうでもね、プラスちゃんと練習する、ね、趣味でやってる人たちもいっぱいいるんだよ、ね、ミドルレーンすごいですよね。そう、不思議な光景だよね、はい、ちゃんとそっちの層も上級者の層もちゃんと大事にするっていう、うん、人を大切にこう思ってる人が作るパークだね。間違いないです、うん、でね、あんまり見えづらいけどね、初級レーンもあるんで、うん、実はね、パーク来たいって人はここがいいのかもしれない、うんうん、そうだね、うん、揃ってるっすよね、うん、あとね、分かりやすい。あ、分かりやすい。だいたいまっすぐ進めばあ、ここがこのレーンなんだなって分かるから。そう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 、斜めに行くのとか結構流行りで多いんですけど、うん、もうこれまっすぐっすもんね。そう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 、うん、確かに確かに、分かりやすいから、皆さんぜひ遊びに来てください、はい、ちょっとこんな感じで、はい、以上、ピーカンファクトリーの谷口貴人でした。はい、ありがとうございます。自分のチャンネルだよ、突っ込まないとはい、変なコメントはやめてください。返すの困っちゃうから、一回タカトさんに相談しに行かなきゃいけなくなる、ね、やめてね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。